さあ、調子のおじさんが言ってた歯車がある場所ってここかな。さあ、野良妖怪たちのたまり場になってるらしい。野良妖怪とかいんの怖いなぁ。よし。さて、戻りましょう。はい。じゃあ、ここね、探したいと思います。意外とね、やっぱ、レベル5のこのゲーム、親切だなってやっぱ思うんですよね。ここ、こういうの見ると。ね、下のマップが、すっごいわかりやすい。ね。やっぱ子供向けってのはこういうことなんでしょうね、やっぱり。ね。素晴らしいです。よし。果たしてそうでしょうか？見てください。怪しい壁がある。お。これか？え？あ、調べろってこういうこと？あーあーあーあああ、なや、忍者屋敷か。なんかいる妖怪。戦おうぜ。ウィス。ウィス。続かなそう。ズルズルズル。風邪ひいてるんだけど続かなそうね。さあ、とりあえず戦っていきましょう。頼むぞお前ら。さあ、ジバニャンの最高の必殺技が発動する。いけー。さあ、ジバニャンの必殺技、百裂忍覚。いけー。いい。えっ、硬いな。さあ、ジバナの力と揚力がアップした。だからサボるサボんじゃねえさて、撃破。いいね。爆裂拳強い。やっぱ必殺技が強いね。あ、いいですね。てか経験値29、めちゃめちゃもらえる。お金300円。え、もう300円あったら何買う。やばいやばい、牛丼食えるぞ。食えるかな。 ごめんわかんねえ。あ、ズルズルズルが近づいてきた。君強いね、友達になろう。いいよ、やったぜ。さあ、新しいね、やつと友達になりました。マジで嬉しい。よし、いや、ニックネームはいいやうまい棒1ヶ月分神か。ズルズルズル強い気がするの。そうなの。いや、すげえ。でも鼻水が地面ついてるよね。あの鼻水どうするんだろう。吸い込むのかな。ズルズルズルってきたねー。あ、ズルズルズルだ。来いよ。よし、強いやつと友達になりたい。あ、不用心棒とかいる何何、鍵開けて出かけちゃうタイプね。え、戦いましょうか。いきましょう。さあ、今度いきましょう。セミタミンの必殺技出していきましょう。よし、頼むぞ。チャンス完了。バトルは基本的にこのゲーム全部自動で進みますね。必殺技とかね、メンバー入れ替えとか、そういったところが僕が操作するって形です。いいね。なぞるの疲れそう。結構しんどい。てかセビタミン強いね、やっぱり。 X ボタンで早送りとかできるの。あ、そうなの。てかお金やばくない。小学校でさ、小学生でさ、4000円とかみんな持ち歩いたことある。4800円とか。やばい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 。そんな俺お金入ってたらビビっちゃうよ。おしっこ漏らしちゃう。すーげえなー。 あんのみんな小学校の頃そんな金額を持ち歩くことね。え、ゲーム買えるよね、ほんと。常に持ち歩いてる。お前らやばすぎ。さあ、今の妖怪ウォッチランクでは開かない。まだ E ランクなんですよね。 D ランク。今回妖怪ウォッチ強化したらね、開けれるようになるかな。とりあえず妖怪の回復しておきましょう。よし、お前今財布に常に10万入ってるだろ10万円10万円も持ち歩くの怖くないですか皆さん。ダメだよ、俺絶対無理、絶対無理ね。持ち歩いても2、3万だと思う大体ね。え、さあ、なんか変なやついるね。さあ、行きましょう、バトルだ。さあ、決めていただきましょう。よいしょ。トホホギス必殺技やってくれ。行ってこい。ドホホドホー、いってかえい。痛い。さあ、意外とこのトホホの方のね、素早さダウンね、敵の素早さを下げてくれるので意外とね、いいんですよね。あ、なんか下技発動してますよ、勝手に。すいません、回しておきましょう。うい。さあ、チャージ完了。耳切り。正直ジバニャンよりまだこのセミタミンの方が強い気がする。やっぱりエースだからな。一番最初に友達だったからね、こいつが。セミタミンが思い入れが深い。アニメでは出てきてませんアニメではね、出てきたのはジバニャンとかだけですね。悲しい。
やばいこいつ全裸で覆面かぶってんだけど、やばい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 、肩乗り小僧けお前やるじゃんこれ怖い怖い怖い、ああいいえいいえ、なるなるなる、怖いなこいつ。さ、肩乗り小僧と友達になったぞ今こうやって放送してる全裸で全裸で俺放送してる、やだなあ。さあ妖怪辞典また埋まってきましたね。いろんな妖怪とね、あの友達になれるから、そう面白いな本当。うん、イルルカ買いますよもちろん。よし、まあ、やるかどうかわかんないけど、よし行くか、上登ります。意外と広いですね、1階だけじゃなくて屋根裏部屋もあってね。おお、なんだこいつ、戦うか、よし、不法侵入してる、いやいいじゃねえの、誰もいない家だったらね。さあプリティの術でさ技活動していきましょう。回せ、この回せってアクションがめんどくさい割と、なんだろう、バトルの底のシーンがめんどくさいですね。あ、早送りある、いやー肉球、いやーすごい、いややばいやばい、早送りすごい、早送りすごい、 X ボタンの早送りすごい、これえ一瞬でバトル終わるんだけど、なにこれ、いいねこれ使っていこうか。さあレベルみんなアップです。え、これ優しいですね。倒した不用心棒が近づいてきた。ふぅ、ちょっと不用心すぎたから、まあいいか、友達だろこいつ絶対家の鍵ね、開けたまま出かけちゃう。怖いなあ。友達なら諦めますか。いえいえいえ、ちゃんと友達だろう。よしね、これたくさん使って、まあ、戦闘はサクサクね進めていきたいと思います。服も不用心あ、服着てくんの忘れたってね。違う、それうっかりさんだから、不用心じゃない、不用心じゃない。よし、いやいいね、友達どんどん増えてく、嬉しいな。リアルもこんだけ簡単に友達ができたらいいのにね、ほんとすげえわかる。高菜おにぎり、え、おにぎりっていっぱい種類あるんだ。え、すげえすげえすげえ。さあタッチペンを出せ、そうだね、行きましょう。よし、さあセミタミン技かましていただきましょう。おら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 、よし、ミンミン切り、はーいいいなぁ、いやすげえ戦闘が楽なった、これいいわ。よし、さあ経験値獲得、やばい、いやちょ待って、これ300円をこんな短時間で稼げるとかさ、え、やばいやばいやばい、俺もう一生妖怪狩り続けるよ妖怪ハンターなるよ俺。何これ、ほんとすごいすごいな。ベト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 なんだ、目はマミさんだ、マミさんいいよ、使おうか。マミさんひたたたなんだっけこいつね。え、ちょっと回そう、いけいけー、頼むぞー、どんよりほー、あー臭い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 、いけ、はぁ、俺今日ね、あれなんですよ皆さん、よいしょ、ほい、なんか獲得した。今日ね、すげえニンニクたっぷりラーメン食ってきたからね、息が臭いんですよ今日マジでダメだわ、ガムとか噛んだんだけどミントのね、えダメだマジ臭い。俺ニンニクね、なんかラーメンニンニク入れたらうまいんだけど、やっぱねその後がすげえ後悔するんだよな、ほんとねえ、みんななんかニンニク食っても臭くならない方法を誰か俺に伝授してほしいねえ、ニンニクのせいじゃなくないって、おかしくない、いや関係、あ、ニンニクのせいだからね。リアルの俺は、すげえいい匂い。ね、評判ですよ。世界中で評判。ね、さあ、素早さが上がるバッジ。はい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 。守りが上がるバッジ。なかなかいろんなものがありますね、これ。ね、使いづらいよね。なんか、マイナスがついてると。つけていいのかちょっとわかんないや、これ。ブレスケア買ったらいい？え、薬局とかに売ってるやつ？あれ買うのか、あ、なんか落ちたんだけど、え、あ、ただいま、あ、いいの、ここ落ちて、あ、宝箱だ、やったやったやった、おお、オンボロ屋敷の鍵、あ、これ入り口の鍵じゃん、やったぜ、何の鍵だろう、入り口の鍵かかったとこあるよね、そこそこそこ真ん中のとこ行ってみよう。バブリーズを口の中で引くのかな。あ、粗末な腕は2個目ですね。よし、
さて、外から出てきた？あら、なるほど、ここは内側から開かないってそういうことね。外、よいしょ、あ、こっちか。さあ、鍵を開けた。イエイ。ここ入れんの？わ、こっち遅刻した。あ、もうお仕置きですわ。いいね、宝箱いっぱいある。緑のコインを手に入れた。あ、これってガシャガシャで回せるコインじゃなかったっけ、みんな。妖怪メダル。妖怪メダルじゃない。え、ガシャガシャできるやつちゃうん、これ。やったやったやった。ガシャロー、ガシャロー。ガシャロー。で、妖怪ガシャ回せる。やったぜ。ガシャロー、ガシャロー。え、でもこれ大変だな、ガシャガシャする。で、ガシャガシャ。ガシャガシャするたびにこういうの必要なんだよね、ほんと。いえ、つらいなぁ。また超経験値玉出る。いや、超経験値玉は、多分たくさんあっても問題ない。強いから。よし、行きましょう。じゃあ、オンボロ屋敷の鍵を使って奥へ進もう。待て、その前にセーブしとこうか。多分ボス戦が来るぞ、これ。ボス戦。休憩、キュピーね、セーブして、行こう。オッケー。プレイ時間だいたい3時間ですね。よし。行ってきます。インターネットのダウンロード手に入る。何ダウンロードって。なんかダウンロードコンテンツとかもあるんですかね、このゲーム。なんかいる。絶対ボスじゃん。こんにちは。はい。一番いいの神経験値玉とかあるの。やばい。神とか神だ。よし。スピースピー開け開け開け、ね、バグっぽい。そうだね。バグっぽいね、こいつ。あ、なんこいつ。なんかこの妖怪苦しそうじゃない？この妖怪はバグ。ね。本来なら人の悪夢を食べるんですが。ああなんか、お前が悪夢食らってんじゃん。大丈夫か。悪夢にうなされてるようですね。起こしてあげましょう。おはよう。ああ、起きろや。大丈夫か。あ、バック。そうさせん、バック。バックはお前たち中に食べられたりしない、バック。勘違いしてる。やばい、やばい、歯が怖い。さあ、バクたちが現れたら戦っていきましょう。負けねえぞ、行きましょう。さあ、まずはね、素早さを下げていきましょう。よいしょ。ほい、ほい。さあ、トホホギスの必殺技、トホホの方。で、敵に対して、素早さを下げる。すげえいい技。頼むぞ。イエーイ、全員素早さダウン。さあ、ここでかましていこう。ジバニャンの必殺技決めてくれ。よし。 FF6 のオルトロスに見える。俺 FF6 したことねえんだよね。100レスニック級かわいい。よし。さあ、ジバニャンが強くなった。よし。さあ、お祓い完了ですね。呪われてたみたい。さあ、ここでババア行きましょう。ババアの必殺技頼むぞ頼むぞ。お前の必殺だ。よし。愛のビンタ、ありがとうございます。よし。さあ、大勝利ね。ババアの愛のビンタね。愛に目覚めた。嫌だろこれ。ブヒーじゃない、ブヒーじゃない。よし。さあ、みんな経験値たくさん獲得ね。お金480円で、梅おにぎりも獲得だ。キュー、大丈夫か。大丈夫。あ、ゆ、夢じゃない。起きたようですね。なんだ、夢か。起こしてくれてありがとう。最近夢見が悪くてさ、あんまり美味しい夢食べてないせいかな。君なんか美味しそうな顔してるね。怖い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 。俺し、食われるの。やめてくれよ。バクと友達になってよ。悪い夢とか食べてあげる。あ、でも確かに悪夢食べてくれるんだったらすごい。これあれ便利ですよね。ね、友達だろ。いいねこれ。別にいいけど、俺は臭くない臭くない、大丈夫。やったー。さあ、友達メダル獲得。いいね。バクと友達になった。歯がすごいなんか広がってるんだけど、物食えるのそれ。物食えるのその歯で。すげえ自分の口の中刺さりそうなんだけどな。
見てて怖いわこれ。バクにニックネームつけますか。いいや。さ、バクの情報を妖怪大地に登録したね。登録完了です。これ何属性でしょこいつ。手に入れたメダルは妖怪大地に送られたね。プリチーこいつ、プリチーで不気味かな、不気味かな、やっぱね。あ、 YouTube は今同時配信してませんよね、止まってるんで最近ちょっと同時配信ストップしてます。ん、キラキラあげるって何、キラキラって。あ、それそれ欲しかったやつ。ウォッチの歯車獲得ありがとう。最近夢見た？夢あんま見ないな。みんな夢とか見る？なんか夢ってさ、起きた時はなんか覚えてる感あるけど、なんか時間経つとすぐ忘れちゃうんだよね。ねえ、食べ放題？怖い。それまさしく一石二鳥。え、見るのみんな？どんな夢見んの？ねえ、ダメだわ夢は。あ、上登れる。登ってみよう。自分が死ぬ夢怖すぎるだろお前ら。そんな夢見てんのか。あ、ガチャガチャできる、やったー。彼女できる夢を見た、起きたら死んだ死にたい、わかる彼女できる夢とかね、リア充かお前。さて、バクを仲間にしましょうか。俺今年まだね夢とか全然見ない気がする、わかんないねえ。よし。あ、D ランクですね。レベル10。なかなか強いね。さあ、こいつちょっとセットしましょうか。さあ、誰かと入れ替えましょう。さあ、首にする妖怪は、まあ、E ランクですよね。E ランクの妖怪といえば、もう、トホホギスしかいない。セミタミンもいる。どうしよう。トホホギス。バイバイ。さあ、バグ。あ、プリチーですね、こいつ。プリチー。かわいい。いや、プリチー3匹並んだ、これ。やばい。プリチー3人組ですね、これ。超かわいい。超かわいい。ほら、なんか、目元すごいさ、あれじゃん、おしゃれしてるじゃん。ね、お目パッチリで、なんか、まつげも上バシってなっててさ、なんか、お化粧までしてる。かわいい。かわいい、これ。いいねえ。バッカ、歯は口を閉じればいいだろ。さて、じゃあ今からね、調子堂、時計屋さん調子堂へ行って、ね、やってきましょう。時計を直してもらおう。いきます。閉じたら刺さる。痛そうだよね。ここなんか、なんだろう、ここお店かな。見てみようか。うわ、すげえ。駄菓子屋だよね。やばいなー、こんなお店あった、近くに。ちっちゃい駄菓子屋とかあったけど、こんななかったな、ここまでがっつりしたの。リンゴジュースと紅茶、アンパンと梅干し、カレーとポン酢。あ、聞こえちゃった？何お願いって。自分だけの食べ合わせってあるじゃん。僕は自分なりに究極のジュースを研究してる。頭おかしいだろ、こいつ。ちょっと手伝ってほしいんだけど。なんとかする、いいよ。面白そうだね。世の中にはとんでもない食べ方する人いますからね。なんか皆さんがね、自分の中でこれはダメだ、他人に受け入れられない食べ方ありますか？僕はね、一回家でね、こういう食べ、なんだろう、ラーメンに、納豆を入れて、ご飯入れたら、それはないってね、家族全員に批判されて、ね、すげえ悲しくなりました。だって、絶対うまいからね。絶対うまいからね。分かってない、お前たち。ね。ちょっと興味あります。やったね。3種類のドリンク持ってきて。ヨカ・コーラと、ないの？葉緑茶、フルーツ牛乳、ね、集めてきてるって。さあ、究極のジュース、達成。クエストメニュー確認だ。まあ、これちょっと達成してあげましょうか。俺も気になるね。関西人で納豆食うの？いや、納豆好きですよ。でも、納豆好きなのね、うちの家族では、母親とね、僕だけで。他の家族みんななんか、嫌いだったんですよね。その納豆って。な、でも別に納豆、最近の納豆で匂わない納豆ね、なんかそういう臭みってそこまでないからね、全然食べれますよね。ほんと皆さんも納豆美味しいよね。あれ臭い、臭くなくない、え、おかしくない、みんな。よし、戦いましょう。さあ、バグの必殺技見てみましょうか。新しい必殺技です。さあ、どんな技を見せてくれるのか。いけ、眠煙変。
敵がなんと眠る。すごいすごいすごい。さあタコ殴り、起きた起きた、おはようございます。あっ強い、まあ、結構強い。ビビン、吸収の術体力回復する、強いぞバック。ビビン、よしいいね。いいね。なかなかこのプリッチー3人組強いかもしれない。はいはい、経験値もいいね。どんどんお金貯まってく。よし、あ、YouTube からありがとうございます。さて、赤い自販機からでないと確か物は買えないんですよね。ね、だからちょっと自販機ちょっと探してきましょう。それ終わったら妖怪ウォッチね、届けに行こう。さあ、自販機ありました。すごい隠れて見にくい。さあ、ヨカコーラね、ヨカコーラ買っておきましょう。獲得です。さあ、あとはフルーツ牛乳と葉緑茶ですね。よいしょ、自販機によって売ってるものがかなり少なくてね、辛いですね。あ、あったあった、2つ揃ってた方向。さあ、葉緑茶獲得です。さあ、あとフルーツ牛乳ですね。フルーツ牛乳はどこにあるんでしょうか。どこだろう、どっかのお店にあるのかな。お風呂上がりに飲んだ気がするって言ってたから、なんか銭湯とかがどっかにお店であるんでしょうかね。だからその近くとかにあるんでしょうね。探しながら行きましょう。銭湯行ったらフルーツ牛乳があるね。銭湯がね、どこにあるのかだよね。ほんと探さないと。銭湯あんのかな、この辺。そう、銭湯探そう。銭湯、銭湯とかみんな行ったことあるね。銭湯で銭湯は俺もなんだろう、小学校の頃行ったことあるね。小学校の頃、あ、中学校だったかなぐらいかな。あんま行かないわ俺。あ、ちょっとついていこう、こいつにね。え、あんまりでも馴染みないよね、ほんと銭湯って。よいしょ。温泉だったらあるね。え、温泉いいね。あ、またここか。何が出るかな。さあ、レア箱が来る。お、ガードのすすめ。またこれ性格変わるやつでしょうか。なんか性格によって結構変わってくんのかな。あんま分かんねえや。ねえ、銭湯通う系女子ちょっと覗かせてくすいません、すいません、ちょっと欲望が。銭湯ないなー。あ、銭湯っぽいのちょっと待って、マップで発見。ここじゃない、来た来た来た、あったあったあった。ウィスアスエース。あ、お風呂上がったりこの一本冷たい牛乳なんていかがかしら。牛乳、あ、あ、打てた打てた。さあ、フルーツ牛乳、絶品牛乳とかあるんだけど、何これ。え、相手に使うとすごく懐きやすくなる絶品牛乳とかある。え、1500円、1500円の牛乳あるんだけど、みんな、え、何これ、何これ、1500円、嘘。飲んでみたい、飲んでみたい、逆にすごい。え、女の子のおっぱい、いや、バカ。後々必要になってくる。1個買っとこうか、じゃあね、え、1個しか売ってないからね。フルーツ牛乳1個買っときましょう。すごいね。何、わあ、お父さんの場にやめてよ。ねえ、風呂上がりは牛乳に限るね。正直風呂上がりに牛乳とかあんま飲みたくないんだけどね。ねえ、こらー、そっちは女湯よ。ごめんなさい。こらー、そっちは女の湯よ。私女の子。すいません、なんか願い事あるけど無視しよう。よし。小学生だったら別に女湯入っても許されんじゃないの。そういうもんじゃないんですね、この世界は。